やば。どうもエルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。さて13話ぐらいですかね。で、今回はこの採掘場見て、そのまま上に抜けようかなと思います。採石所か、正しくは。あ、なんか見ただけちょっとめんどくさそう。じゃあ降りよう。まずどうしてもね、着地ダメージあるからね。ちょ、よし。しかも行けなかった。あ、いや、そこ入れそうだね。あれは普通の岩山には見えないな。そうだね。倒す方向か。変だな。この山はなぜできた？口やば。でかいな。なるほど、遊んでる場合じゃない。今のダメージ入ってるの？今のはなんかこれで避けれないってなるとさ、どうしようもなくね。無理だね。でかいな。まず V 破壊性。おお。連打。どう引きずり出す？
リビ力高すぎ。マジかそれでパーツが壊れると思うんだよね。どうくる？いやまだ。あ、いやー倒したー、強っ。はいはい、ダメージコイル。これは使えそう。レンズ1個。いや口ん中刺さってるけどさ。ダメージがほんと数えるほどしかねかったな。でパーツさちょこちょこ壊してたと思ったんだけど特に回収はできないって感じだね。お、結晶の網目。結晶の網目は結構いい武器というか作れるからね。はあ大変。
よし、じゃあ、オーリーのところ向かおう。上にずーっと移動だね。今回、大型としか戦ってないね。あ、こっちね。代わりに何か捨てないと。何が手に入らなかった？回復。でいいかな。あ、ポーチがいっぱい。そういうことか。これがお前の狙いか。太古の機械にまた命を与えることがとても役に立つ力だぜ。地中に埋もれていた機械の悪魔どもがか。いや、これは悪夢だろう。悪夢か。そうだ、敵にとって最悪の悪夢が現実となる。そうだ、立て。これじゃみんな殺されちまうだろう。奴らが殺すのは我らの敵のみ。そして我らは大地を奪い返す。おい、フォーカスがおかしいぞ。周囲を探せ。侵入者がいるようだな。アーロイ、邪魔をして悪いが、こうするしかないんだ。誰だ。協力者だよ。フォーカスは無力化したが、いつまで持つかわからん。あとはお前次第。お前は誰だ。さあ、いきなりやっちゃいますか。はい、いらっしゃい。いきなりの戦闘パートです。あー、嫌だな。あ、すべて コラプター火だね。よし、もう弱点分かれば。動き早いな。あれ、盾持ちか。探してる。仕掛けるか。倒せばいいんだからね。あの娘が生きてる。殺すんだ。断る。死ぬ杭は自分でしろ。よいしょ。画面が毎度ね、やばいね。それはその狭さで、それはひどい。
ついてくるじゃん。無理。無理。ああ痛い。始末する。避けんのかい。痛い。逃げ場。王林かい。おい。痛いね。ねえ、壁。壁が一番つらいんだよな。あとはあいつか。あ、やばい。壁はめ。ここ。で上。あいつらマジで。ぶち抜いてるもん、その頭。私はいない。どこ隠れた？
あそこ行くの大変だな。はい、回収してから追っかけようか。約束だ、全てを話そう。当然だ。さて、襲撃者。試練で私を狙った奴ら、何者だ？エクリプスさ、先々週を気取っていやがる。カルトだ、シャドウカージャのな。シャドウカージャ？ああ、俺の知っているどのカージャとも違う。奴らは太陽を崇めない。奴らは悪魔を崇拝している。奴らの迷信などには興味ない。いや、あれは迷信なんかじゃない。あの悪魔は本物さ。名前もあれば声もある。あの恐ろしい声で命令を下すんだ。へえ、悪魔。奴らが崇めるその悪魔の名前は？ハデス、そう呼ばれてる。ハデス、声を聞いたんだろ？一度だけ聞いた。あんたを見たときに。あれは骨まできしみ、内臓をえぐるような冷たく恐ろしい声だった。鉄の音だが、遺跡にあったものとも火事場の音とも違う。何と言っていた？システムが脅威を検出。たったそれだけ。恐ろしい悪魔の声で。エクリプスは私の他に何を狙っている？知らないよ。母ちゃんの内乱を考えると、アバードを倒して都を奪還するつもりかもな。じゃあなぜ私を狙う？そんなこと知らん。試練ではある男に殺されかけた。長身で屈強で死んだ目のヘリスだな。何者だ？三の死神、凶王の戦士だった男さ。死を呼ぶ者として恐れられてきた。凶王が死んでからはエクリプスを率いてる。奴はこの世で最も危険な男だ。なぜお前は目を見つけられた？お前はなぜ目をつけられた？なぜお前の家族を人質に取ったんだ？俺はタカリア、暗闇での物探しを得意にしてた。だから偵察にもってこいだと思ったんだろう。創造主の落日で仕事して外に出たら奴らが待ってた。妻子を見た時は笑っちまった。奴はヘリスからの伝言を見せつけてきたんだ。笑いも凍っちまったさ。フォーカスを渡され、行動を監視されて命令に従った。メリディアに入れたのに、なぜアバードを狙わなかった？爪に土が詰まってるような奴は王と謁見などできない。だがエルサやエレンドとの会話はフォーカスを通じて全てエクリプスに聞かれてたんだ。警告なんてできやしない。もしバレたら俺の家族が殺されちまうんだ。そうだね、捕まってたからね。なぜイニシエの機械を？なぜエクリプスは古代の機械を掘り起こす？どうやって動かしてるんだ？解体すると思ってたが、奴らはそれを蘇らせた。残骸に何かの装置を接続して、それでハデスが囁くと墓から目を覚ます。前にそんな機械と戦った。まだいるのか？ああ、今日あんたが戦ったのはコラプターだ。だが他にもいる。もっと大きくて古代の武器だらけのやつが。そいつはデスブリンガーと呼ばれてる。埋まってるのしか見たことないが、これから先はどうなるかわからん。まるで軍隊でも準備してるようだな。そうならば世界は滅びるだろう。俺もそれに加担したわけだ。デスブリンガーね、なかなか強そうな名前だね。謎の女。私は誰かに似てるから殺されそうになった。私より年上で短髪の女、誰なんだ？俺は知らない。だが創造主の落日で以前画像を見つけた。あそこならわかるかも。遺跡で画像を見つけた？どこだ？扉があって、そこの隣の装置に女性の画像が入っていたんだよ。フォーカスに場所が記録されてる。確かに似てる。母親か？質問しているのは私だ。じゃあ裁きを受けてもらおう。もう十分だ。そろそろ終わりにしよう。命乞いなんかはしない。だが情けがあるなら家族を助けてくれ。お願いだ。家族はどこに？フォーカスに記録が残ってる。いつも見張りがいるが、あんたなら一人でもやれるだろう。
罪を償え。簡単、簡単なことで生かしてはおけない。どれも倒す選択なのかな。罪を償え。一生かかるぞ。お前が犯した罪を良き行いで償うには。俺に情けを。あんなことをしたのに。そうだ、新たな人生を歩め。より良い人生を。ならばこの恩を一生胸に刻み、俺は生きる。家族が囚われている場所へ行って私を待ってろ。お前が救う最初の命になる。情けには値しないが、命がけでそれに見合う人間になろう。あんたを待っているよ。いやーねー、下水道だったら後ろからイヤーってやるんだけど、さすがにオーリーもねー悪気があってっていうわけじゃなかったからな。創造主の落日、まあこれだろうねー。やるなら、あ、上なんだ。あー、ちなみに野に放たれしは、あ、野に放たれし近いね。そうね、レベル高いけどそれしてしまおうか。でレベル上がったからジャンク知識ゲットで、の環境もあるんだろうけど、まあ、そこはもう仕方なしとしよう。はい、ということで、ここにご視聴ありがとうございました。13話目の撮影がこれで OK かな。まあ、続いてもしようと思いますが、動画を見てる方はここまで、ライブを見てる方はこのまま引き続きやっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまったねー。